はい、どうも、コミです。さて、本日は TH コンプリータさんから動画見ていきたいというふうに思います。いや、最近ですね、ちょっとなかなかつむぎぐみさんの動画が撮れない。まあちょっとですね、このタウンホールが新しくなるところもあって、いろんな大会そのものが、一旦止まっているという手前もあり、タウンホール12、あと11、13の動画頻度が若干最近下がっているのが、まあ少し気になるところなんですけども、またですね、活動が活発になり次第すぐそちらの動画もう優先的にこれからは上げていきたいというふうに思ってますので、ぜひですね、タウンホール12、13の方も、こちらのチャンネルをチェックしていただければというふうに思います。で、私のチャンネルなんですが、基本的にはクラン対戦系の動画中心に扱っています。クランの中に対戦で結果が出るかどうかって大きな、モチベーションに関わる部分かと思いますので、まあそういった部分のですね、お悩みとかを解決ができる動画、頑張っていきたいと思いますので、最後までぜひご視聴いただきいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではですね、本日は、アジアクイーンに、最適なペットというところに関して、考えていきたいというふうに思います。で、これまたね、結論から言うと、アジアクイーンは、何でもつけれちゃうっていうところですね。なので、その戦術に合わせて、かなり適切に変えていく必要があるかなと。いうふうに思うのが、アチャクイの、まあ、特徴です。ただ、唯一言えるのは、ラッシーはあんまりつける、必要のない、ペットになるんじゃないかなというのが、まあ、現在自分が考えているところですね。で、まあ、その辺をいろいろ見ていきたいんですけども、今日はユニコーンのケース、オールのケース、ヤクのケースと見ていきたいんですが、まずは、ユニコーンケースを見ていきたいというところですね。いきたいと思います。で、このパターン。ですね、まず、グランドオーデンのオデヒーで削りを入れてからの、ペッカイエティですね。ここを削っていってから、ペッカイエティをゴーンと入れていくんですね。で、アーチャークイーンに、まあ、これ、ユニコーンがついていってますよね。レベル10のユニコーンなんで、相当、まあ、強いし、相手の村のレベルからすれば、まあ、前回は取れて叱るべきレベルなのかもしれません。ガチ勢からするとですね。なんですけども、決して簡単ではないし、その中で活躍するユニコーンの、その能力というかですね、発揮される力がどんなもんなのかっていうのを、まあ、この動画の中からちょっと見てもらえたらというところで、言います。でですね、でですよ、ユニコーンを、クイーンにつけて、ペッカイエティと突っ込ませる場合、まあ、これはサービス終了編成系の攻め方をする、まあ、要するにネクロとかをドバッと出す編成ですよね。あれをやって、クイーンをそのネクロたちと一緒に中心部分に突っ込ませていくときにも同じ考え方が使えると思うんですけども、これまずペッカでターゲットを取ってからイエティを出しますよね。で、後ろからアーチャークイーンプラス、ユニコーンが入ってくるわけじゃないですか。で、このユニコーンの仕事何なのってことなんですよ。アーチャークイーン、回復させまくるけど、まあ、現在ね、そのヒーラーもいっぱいいるし、いらないんじゃないのっていうふうに、まあ、パッと見思うところがあると思うんですね。なんだけど、注意しなきゃいけないのは、さっき言ったそのサービス終了系と言われるドバ出し編成も、こういう、ペッカイティ系の編成もそうなんですけど、壁の中に入ったクイーンが、なんかの、都合というか事故で、やられちゃうケースっていうのが、往々にして、やっぱり事故を誘発するんですよね。で、そういった事故をなくさせるために、ユニコーンをつけておくっていうのは、すごく、発想としてはいいです。特に、サービス終了編成系の攻めをする場合っていうのは、ネクロマンサースケルトンと、アージャークイーンがはぐれて離れ離れになっちゃうケース本当に起こり得るので、そういう時にですねアージャークイーンがやられないようにこうユニコーンが回復してくれる環境を作っておくっていうのはめっちゃ大事ですね。なんで今回も、まあ、これはもう完全にペッカとイエティにアージャークイーンが守られている状態でいるので相当うまい、形が作れているんですけども全然アーチャークイーン体力減ってない状態ですよね。ちょっと減ってもすぐユニコーンがこう回復させちゃうんで、アーチャークイーンやられずにずっとペッカイエティを盾にしながら、あっちこっちの施設を壁の中から殴りまくってくれるわけですよ。で、これができてしまうと、アーチャークイーンってやっぱその全ユニット中最大の攻撃力を持っていて、かつ遠距離攻撃なんで、もう攻撃の要ですよね。こいつが最後の最後まで、ゲームオーバーになる、ゲームセット、ゲームオーバー、要は3分経つないしは全開行くまで、仕事をし続けられる環境が作れるっていうのが、このパターンにおけるユニコーンを、アーチャークイーンにつける、一番の利点かなというふうに思います。
で、もう一個ですね、これカラーさんのアタック見ていきたいと思うんですが、これクイヒーに対してユニコーンをつけるパターンですね。で、このパターンっていうのもちょっとね、ありはありんだと思うんです。決してなしとは言えないんですが、個人的には若干疑問がつくパターンなんですね。なんでかっていうと、2つ要因があります。1つは、ユニコーンをそういう風につけるのであれば、別にヒーラーでこれ代用できちゃっているパターンなんですね。なんでヒーラーの数を増やせば無理にペットを使う必要がないんじゃないのかなというのがまず1点ですね。まあ当然ホーミングでやられないので、ユニコーンの方がそういう意味では優秀さはあるんですけども。で、2つ目は、ちょっとこれはね、検証用なのかもしれないですけど、ユニコーンの回復量って、ヒーラーがついてる場合に減少しないのかなってことです。ご存知の方も多いと思いますけども、ヒーラーの回復量って同じユニットをターゲットに、すればするほど、どん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 その、回復量にこの比率計算がされて回復量減ってくるんですよね。で、そういうその仕様っていうのがユニコーンにはないのかなってことですね。ヒーラーが例えば5体ついていようが0体であろうが、ちゃんとユニコーンの、数値上の回復量がヒール回復量がかかるのかどうかというところ、まあ、これがちょっとですね、気になる部分ではありますね。で、まあ、今のそのカラスのそのクイヒーのパートを見る限り、まあ、レイジを使って突破できる施設の、まあ、数とか、まあ、その辺っていうのは、まあ、そんなに従来のクイヒーやっていた時と変わらない印象なんですよ、自分的には。なので、もしかするとこれその補正がかかっているのか、ないしはかかっていなかったと仮にしても、ユニコーンをつけてクイヒをするほど のメリットっていうのがもしかしたらないかもしれないかなという気がしたというところですね。まあ、そこをちょっと加味すると、まあこういうようなその、なんていうの、そのクイヒにユニコーンをつけるっていうパターンは一番最初に思い浮かぶ方法ではあるものの、あんまり効果としては望みにくいかなというのがありますね。まあ、それをするのは中心部分に、突っ込ませたアーチャークイーンが、まあ、スケルトン、まあ、ネクロマンサー、スケルトン、ゴーレム、イエティ、ペッカ等からはぐれて短期になった時にやられないようにする保険として、使うパターンの方が、アーチャークイーンプラスユニコーンの付け方としては美味しいのかなという気がします。まあ、いろいろこう試している時点なんで、決してカラスの攻めが悪いって言ってるわけでは全くないですよ。むしろこういう攻めを見せてもらうことによってこういう考察もできるし、なんなら将来的にはこのクイヒーにユニコーンというパターンが実は主流になっちゃうなんてこともあり得るかもしれないんで、まあ、今の段階では何とも言えないんですけども、ただちょっと、まあ、今日時点自分が思うところは、まあ、そんな感じっていうところですね。はい、というところでですね、ちょっとですね、次の動画は関西クラクラクラブ側に移って撮っていきたいというふうに思います。では行ってみましょう。はい、ではこちらですね、オールにクイヒーにオールをつけるパターンっていうのもちょっと見てみたいなというふうに思うんですけども、このクイヒーオールっていうのはね、オールの使いどころがなかった場合にはありかなっていう気がします、個人的には。で、やるんだったらやっぱりユニコーンをつけるか、ないしは、まあ、ヤクをつけるっていうパターンが、まあ、クイーンを主役として活躍させるんだったら、まあ、個人的にはありかなっていうところですね。まあ、なので、例えば、ユニコーンをロイちゃんにもうつけざるを得ないとかいう場合で、で、ヤクに関しては、もうバーバリアンキングにつけてもう外周伸ばすんだとか、まあ、これからババキンのね、適切なユニットの、あとペットかの動画も撮ってきますけども、まあ、そういうケースにおいては、クイーンにオールっていうのはあるんですけども、クイヒーにオールっていうのはですね、まあ、やっぱりですね、オールが仕事しにくいんですよね。こういうふうに、パピーとか援軍を処理するときなんていうのは、やっぱオールがいることによって相当助かるんですよ。これは間違いないですね。し、こう、チェーンが入ってくれることによって、ほら、こんな感じでね、どん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 、こう、ほら、対空砲、投石とか奥の施設を削ってくれるじゃないですか。そこに関してはすごく美味しいんですけども、やっぱね、対空砲と相対するときに、オールがこう、前に出ていっちゃうので、アーチャークイーンの前にですね、どうしても、クイーンより先にオールが落ちちゃうんですね。で、クイヒーの形で、クイーンがオールを守るっていうパターンが出来上がればいいんですけども、それがなかなか作れないっていうのがまず1個あるのと、さらにはホーミングシールドも吸っちゃうんですよ。でもただここに関しては、考え方によると思っていて、ホーミングシールドをオールが吸ってくれることによってヒーラーが生き延びて、
で、食い火がその結果生き延びるっていうパターンもありだと思うんですね。なんでさっき言ったように、食い火を主力にしないのであればオールをつけるっていうのは結構、無難な選択肢としてはありかなっていう気はしています。で、まあ、オールが仕事をしてくれればよし、仕事してくれなくても、食い火のヒーラーの盾になってね、ホミックを吸ってくれるとかいうところで、まあ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 、妥協しましょうよというね、形は、まあ、別にありかなっていうところですね。はい。なんですけども、やっぱりこんな感じでね、もう序盤にすぐオールやられちゃってますよね。ヤチャクイーンがここからスタートして、で、オールが出てきたのはここですよね。だから、まあ、ほとんどそんなにオールの仕事っていうのが、まあ、序盤の2、30秒分ぐらいですか、しかなかったことを考えると、やっぱり、ユニコーンとかをつけたら全然もっと活躍するんで、なんだ、妥協案としてのオールっていうのが、まあ今思う、その環境下では、自分の答えかなっていう気がしますね。はい。まあ、ただ今回のケースで言うと、別に食い引いて主力であって主力ではないんですよね。今回ロイちゃんを使って、さらにそのディガホグ部隊をいかに進軍させるかっていうのがメインですよね。で、それに対してキングとアーチャークイーンっていうのは、まあ、主要施設のカットとかそういうところになってたので、むしろ、ロイちゃんをディガホグに混ぜ込ませることによって、そこの火力は上げたかったから、だからラッシーをロイちゃんにつけたっていう感じですね。はい。まあ、とはいえ、まあ、今の状態で言うと僕はラッシーと、オールしかいなかったんで、まあ、こうせざるを得なかったっていうところですかね。はい。まあ、それはありますね。で、まあ、もうちょっと言うと、オールをね、グランドオールにつけるっていうケースは結構僕はありだと思っていて、オデヒーやる場合には、グランドオールにはやっぱり、ヤッシーじゃねえや、ラッシーか、ラッシーかオールですね。まあ、またそれはちょっと別の動画で上げていきますので、その時見てほしいんですけども、もう一個はですね、ジョーカーさんが見せてくれたアタックが結構すごい。ちょっとこれも言ってみましょう。こちらですね。まあ、これ完全に、レジェンドを攻めているジョーカーさんのアタックなんですけども、これね、スーサイドパートにおける、ヤクプラスアーチャークイーンの組み合わせがすごくやばいんですね。で、やっぱスーサイドって、ある種、まあ、ヒーローが主役になるパートなんですよ。で、ここにおけるアーチャークイーンの仕事を最大限伸ばそうと思ったら、ヤクなんですね。まあ、ちょっと難しい話なんですけど、スーサイドパートって、スーサイドって、要はキングを盾にして、アーチャークイーンで削っていくみたいな形を作る、まあ、ケースがよく見られると思うんですが、そのパターンをさらに強化するのが、ヤクプラス、アーチャークイーンなんですね。これね、スーサイドであっても、ヤクプラスキングにしましょうっていうことを、まあ、おっしゃる方もいると思います。自分も、それは決してなしだとは思わないんですけど、むしろ、ヤク、まあ、スーサイドで、ヤクをつけるんだったら、アチャクイーンの方がいいですね。クイーンとキングを同時に歩かせるのであれば、ですね。別々になっちゃったらまた話は別ですよ。だけども、キングを盾にして、アチャクイーンを歩かせるっていうパターンを作るんだったら、これの方がいい。なんでかっていうと、これドラゴンのパートをちょっと無視してね、ヒーローパート見てほしいんですけども、まずキングですね。キングは延々と外周を歩かせるんで、ユニコーンセで回復させるじゃないですか。で、これ、アーチャークイーンが、これ壁の、外から中の施設を殴りますよね。で、そこに反応したヤクが壁殴ってくれるんですよ、こういう風に。で、この効果がえげつないんですね。そうすると、アーチャークイーンがどん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 壁の中に入っていって、で、壁の中の施設を壊してくれるわけですね、こういう風に。そう。で、これを、もしもババキンがやろうと思うと、ババキンが壁を殴ってくれない限り、ヤクが壁殴ることは、まあ、そんな多くないわけですよ。そのためにサイドカットをしっかりしなきゃいけないとかいうことがあっちゃうわけなんですけども、クイーンにヤクをつけることによってヤクが壁殴ってくれるんですね。で、一層の中にクイーンが入っていて、かつ一層の中に入れば当然ダメージもかさむじゃないですか。だけど、そこで体力が高いヤクの出番なんですね。ヤクがダメージを吸収してくれるから、アーチャークイーンが生き残れるんですよ、こういう風に。だって、ヤクの体力ってババキン並みにあるわけです。もう6000とかあるわけだから、いわゆるそのゴーレム、まあちょっとレベルが低いゴーレムをアーチャークイーンの前にずっと置いてるようなもんなんですよね。しかもそれが壁を壊してくれるわけですよ。このパターンが作れちゃうんで、スーサイドを使う方にとっては、アーチャークイーンプラスヤクっていう選択肢はめちゃくちゃあって、で、スーサイドでやっぱりそのアーチャークイーンがまあ削りの主役になるわけですよね。で、さっき一番最初言ったように何が主役になるかによって、ペットをつける順番変えていかなきゃいけないって考えた時に、アーチャークイーンが主役になってくる可能性のあるヒーローパートを描くんであれば、ヤクプラスアーチャークイーンっていう組み合わせはめちゃくちゃありだと思います。
ですね。で、序盤でまとめると、ユニットたちをごちゃ混ぜにしてアーチャークイーンを中に混ぜ込んで攻めていく。ペッカイエティとかネクロマンサーの中にアーチャークイーンを突っ込ませていくパターンっていうのは、やっぱりこれまた攻撃の主役になってくるアーチャークイーンが、不慮の事故でやられないようにユニコーンをつけるっていう方法はあると思います。で、スケールユニットがなかった場合にはオールっていう手もありますよっていうのが2つ目ってところですね。で、さらにアーチャークイーンが主力になる、スーサイドパートを描く場合、要するにそのいろんな、ユニットの、リックユニット、ペッカとかイーティとかネクロマンサーのリックユニットの中にアーチャークイーンをごちゃ混ぜで突っ込ませない場合、かつ食い火やんない場合、こういう場合でもアーチャークイーンに仕事をさせたいって思ったら役ですね。役つけると最大限に伸びてくれますので、アーチャークイーンパートが、この発想はね、結構スーサイドやる方、ないしはドラゴン攻めをする方にとってはかなり重要な考え方になるんじゃないかというふうに思うので、この3つですね、考えておいてもらうといいんじゃないかなというふうに思います。ラッシーをアーチャークイーンにつける選択肢は多分ないと思います。あんまないですね。よっぽどどうしてもっていうケースが起こんない限り自分は想定しにくい。ラッシーはやっぱりキングにつけるか、ロイちゃんにつけるか、おでんにつけるかをした方がむしろラッシーの力を活躍できる場が増えるんじゃないかなって思うというのが理由ですね。はい、というところで本日はアーチャークイーンにつけるペット、に関して考察をしてみました。やっぱり一番優先順位高いのはユニコーンとヤクっていう感じですかね。時点がオールって感じ。参考になったらぜひグッドボタン、またはチャンネル登録まだの方はそちらもしてもらったら嬉しいです。そして、最近ちょっとね、上げられてないんですけども、タウンホール13、12のタウンホール隊もこれからやっぱり動画出していきたいというふうに思ってますので、幅広い、タウンホール隊の方にですね、動画見てもらえるように頑張っていきます。ぜひ今後ともご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。